低脂質で、脂質は 0.5。 結構な量ですね。あ、本当ですか。ミニコン？ミニコン？で、いつの違い？皆さん、今日の夕ご飯はローファット。低脂質で、普段からゆるいローファットです。あ、ずっとやってるの？はい、糖質か脂質か、まあ、どっちか取ってどっちか取らないっていうダイエットを基本的にやってます。なんとなく両方、普通に普段食べるかっていうとあんまり食べないですかね。コンビニで買えるんだって感じですか？でも全然、日本だったら和食公園に行けます。大丈夫、料理のコンビニがあんま始まらなくてもいいですよ。大丈夫ですか？まあ全然、買った方がいい。違う人だったら面白いじゃん。変化だった、全く変化だった。じゃコンビニで買ってきた今日のお夕食がこちらと。こちらでございます。低脂質で高糖質ですね、うん、だいたい 0.4 とか、まあ、これは多いですけど 1.1 とか。あ、それでもそんなもんなんですね、はい、これは私がよく行く美容室の前にあるシャトレーゼ脂質がないおやつ、わらび餅ですね。クラカ系豆きのこわらび餅、もうただのわらび餅、あ、ただのというか結構美味しかったんですけど、その裏にあるのがよもぎ餅。やっぱり和菓子なんですかね。そうですね、もう脂質制限だと大体和菓子の方が大体食べれます、うん、洋菓子とかになっちゃうと脂質がってことになるんですかね。そうですね、なんか多分食べれないですね、洋菓子は脂質制限だと。どうなんでしょう、なんか今全く思いつかないんですけど、クレープの皮だけ食べるとかじゃないですか。ギリギリですね。クレープの皮でもちょっとありそうです、ね、あ、はい、甘いもの取りたいってなったらそういう場合は和菓子を取る。和菓子か果物ですね。果物はじゃあこれってことですね。果物も何ですか、 0.1 ぐらいなのであんまりないんですけど、ただまあ、これはタンパク質分解しやすいようにと、ケルセチン、クエルセチン、あ、発音が、なんかクエルセチンかケルセチンかちょっと。で、ただなんか山本先生は加糖は筋肉にたまらないそうなので、糖質がグリコーゲンが筋グリコーゲンにならないらしいので、食べるとしても加糖はちょっとの方がいいらしいです。なんかスッキリしたの食べたいんですけど、でもこういうこっちのなんか糖質、グルコース系というかブドウ糖でできてるものの方がいいと聞きまして、で、まあ、たまたまあったパイナップルとオイコスのたまたまパイナップルあったのがパイナップルだらけなんです。パイナップルがお好きっていう感じじゃないですか。まあまあですね、まあまあ、どちらかというと効果効能の方があって、あ、そうですね、まあ、でも昆布は好きですけど、まあ、お餅も好きなので。昆布の具っていうのはなんか考えてって感じですか？普通に昆布は好きっていう。昆布美味しくないですか？なんかあんまいないですよ、昆布。そうですね、昆布系と全般好きなんですけど、で、脂質もそんなにない、まあ、タンパク質もそんなに良くないんですけど、まあ、3.7 ぐらいなので。生ハムはあれですけど、おせんべいって感じですか？おせんべいを揚げてないと脂質ないですよ。えびせんも結構ないの多くて。あ、そうなんですね。そうなんですよ、会社の横の渋谷の光栄でえびせんなんかいろんなのあったんですけど、めっちゃ美味しくて一日で結構大きい一袋全部食べちゃいました。でもそれでも脂質もない。あ、もうないですね、脂質はないです。糖質だけ、脂質は 0.5、 タンパク質 5.1、 炭水化物が 42.2 です。で、本当にきっとちゃんとやるなら添加物も抜いて人工甘味料も抜いた方がいいんです。ああ、そうなんですか。そうなんです、だからザワースは、まあ、ちょっと人工甘味料あるので無添加のプロテインと、そうですね、WPI の乳糖を取ったやつが、まあ、なんか、まあ、本当のベストだと思うんですけど、ちょっとまあ長旅なもので、出先で手に入れるってなると大変ですよね。そうです、持ってくるしかないですね。私が今飲んでるプロテインは甘味料がステビアだけなんで、人工甘味料ないんですけど、あんまりないですね。
でも旅先で揃えられるメニューだけでこれだけ揃えられるってことなんですね。でも全然あのいけると思います、どっちの制限食でも。私もともとケトジェニックハマってたんですけど、ケトジェニックからローファットに変わるとすごい楽な気がします。肉、魚、イカ、チーズばっかり食べる。前職の整体師だった時になんか休憩時間になんかフランクとか食べてたりするんです。で匂いするじゃないですか、ナゲットなんか。なのであのあれですよ、匂いがしないのもいいですよね、脂質制限。あ、確かにそうかもしれない、ね、そんなするのないんで、サバとかお肉だと結構お匂いがするので、まあいろんな場所でちょっとこう気軽に食べやすいかもしれないです。結構な量ですね。あ、本当ですか。何十品目じゃないですけど、点数が多いなっていう思い出があって、はい、なんかあった時のために、はい、全部食べるか分かんないですけど、レッスン後でちょっとお腹空いててちょっと多く買っちゃいましたね。ぜひ召し上がっていただいて。ありがとうございます。いただきますね。最後までご覧いただき誠にありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。